ようございます。今日のタロットメッセージをお伝えいたします。今日は正義のカードの逆位置が出ました。正義のカードの逆位置というのは不利な立場であるとか性格の不一致、また恋愛関係で言うと長続きしないとか、ビジネスで言うと厳しい事業環境など少しネガティブなキーワードになってきます。なので今日はあまり、周りの方にあまり厳しすぎないようにするとか、恋人に対しても口やかましくしないとか、夫婦関係でも同じくあまり決めつけるようなことを言わない、またビジネスなんかでも需要と供給のバランスをしっかり考える一日にしてみてはいかがでしょうか。